メッセンジャーが今ベンチの前キャッチボールをしています。ツーアウトになったところでメッセンジャーキャッチボールをしていますので、いや行くでしょう。この回も終わった後には、はい、おっとこの当たりはショートの上、センター方向を転がしていって、今日3打席目で北条ヒットが出ましてチャンスをつなぎました。メッセンジャーは準備をしています。そして宇都宮がヒットでランナーを2人貯めました。さあ今度は1点、宇都宮はホームランを食らいますと一挙に同点というところ。7番の中谷です。